全部科学省所管の独立行政法人。所在は東京都千代田区早伏町長4-1。理事長は河村淳子である。平成2年3月、政府出資の541億円と民間からの出演金132億円とからなる673億円を原資として、その運用益によって芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造。 普及を図るための活動等を助成する芸術文化振興基金を創設した。映画、宮本から君へは当初助成金の交付を内定していたが、出演者の一人の不祥事を理由として助成金の交付内定を取り消し、その後、2019年9月27日付で要項を改正し、文化芸術活動への助成について、 公益性の観点から不適当と認められる場合に内定や交付決定を取り消すことができるようにした。これは芸術文化振興基金の運用益による助成と文化芸術振興費補助金の助成のどちらにも適用される。ただし、上記作品への助成金交付取り消しの決定については配給会社からの提訴を経て2021年6月21日の 東京地方裁判所にて、取り消しを違法とする判決が言い渡されており、振興会は、今後の対応を検討するとコメントしている。国立劇場の内部規約として、国立劇場での録音テープを複製する場合、たとえ移植新作の作曲家本人であろうとも、1秒に月220円を音源の複製料として支払う規定がある。この金額には著作権及び隣接権に伴う、 料金は含まれていない。また演奏に関わった人物全員の夏印が必要であり、CD など販売に用いる際は印税5%を収める必要がある。この規約は国立劇場が独立行政法人日本芸術文化振興会となった際に改定された。作曲家の吉松隆氏は国の伝統芸能を守るべき立場の国立劇場が その伝統芸能を発展させるために移植した作曲家本人に対して当然還元されるべき録音の権利を独占し事実上非公開にさせるものだとしてウェブサイト上で問題を提起し経緯を公開した作曲家のファンを中心に反響が見られたありがとうございます